レアものだな。戦果は上々ってやつね。また榊のおっさんがはしゃぎそうだ。あとは早く人手が増えてくれるとありがたいんだけど。さあ帰りましょう。お腹空いちゃった。今日の配給何だったかしら。ん？何かこの前の食料会議で言ってたな。ああ、新しい品種のトウモロコシだ。またあのでかいトウモロコシ？あれ食べにくいんだよね。このご時世だ。食えるだけでありがたいと思えよ。ねえ、ソーマ、何かと交換しない？断る。おい、お前ら、置いてくぞ。支部長、照合中のデータベースから新型人機の適合候補者が見つかりました。そうか。名前は何という？早速適合試験を受けてもらうとしよう。長く待たせてすまない。さて、ようこそ人類最後の砦フェンリルへ。今から対荒神討伐部隊ゴッドイーターとしての適正試験を始める。少しリラックスしたまえ。その方がいい結果が出やすい。心の準備ができたら中央のケースの前に立ってくれ。おめでとう。君がこの支部初の新型ゴッドイーターだ。適正試験はこれで終了だ。次は適合後のメディカルチェックが予定されている。始まるまでその扉の向こうの部屋で待機してくれたまえ。気分が悪いなどの症状がある場合はすぐに申し出るように。期待しているよ。食べる？あ、切れてた。今食べてるのが最後だったみたい。ごめんごめん。あんたも適合者なの？俺と同じか少し年上っぽいけど、ま、一瞬とはいえ俺の方が先輩ってことでよろしく。立て。立てと言っている。立たんか。これから予定が詰まっているので簡潔に済ますぞ。私の名前は雨宮椿。お前たちの教練担当者。
この後の予定はメディカルチェックを済ませた後、基礎体力の強化、基本戦術の習得、各種兵装の扱いなどのカリキュラムをこなしてもらう。今までは守られる側だったかもしれんが、これからは守る側。つまらないことで死にたくなければ、私の命令には全てイエスで答える。いいな？分かったら返事をしろ。はい。早速メディカルチェックを始めるぞ。まずはお前だ。テイラー榊博士の部屋に人号〇〇までに集まる。それまでこの施設を見回っておけ。今日からお前らが世話になるフェンリル極東支部、通称アナグラだ。メンバーに挨拶の一つもしておくように。うん、予想より726秒も早い。よく来たね、新型くん。私はペーラー榊、荒神技術開発の統括責任者だ。以後君とはよく顔を合わせることになると思うけど、よろしく頼むよ。さてと、見ての通りまだ準備中なんだ。ヨハン、先に君の用事を済ませたらどうだい？榊博士、そろそろ講師のけじめを覚えていただきたい。適合テストではご苦労だった。私はヨハネス・フォン・シックザール。この地域のフェンリル支部を統括している。改めて適合おめでとう。君には期待しているよ。彼も元技術屋なんだよ。ヨハンも新型のメディカルチェックに興味津々なんだよね。あなたがいるから技術屋を廃業することにしたんだ。自覚したまえ。本当に廃業しちゃったのかい？さて、ここからが本題だ。我々フェンリルの目標を改めて説明しよう。君の直接の任務は、ここ極東地域一帯の荒神の撃退と素材の回収だが、それらは全てここ前線基地の維持と来るべきエイジス計画を成就するための資源となる。この数値はエイジス計画とは、簡単に言うと、この極東支部沖合旧日本海溝付近に荒神の脅威から完全に守られた楽園を作るという計画なんだ。ほほー。この計画が完遂されれば、少なくとも人類は当面の間絶滅の危機を遠ざけることができる。すごい！これが新型か！テイラー、説明の邪魔だ。ああ、ごめんごめん。ちょっと予想以上の数値で舞い上がっちゃったんだ。ともあれ、人類の未来のためだ。尽力してくれ。じゃあ私は失礼するよ。テイラー、あとはよろしく。終わったらデータを送っておいてくれ。よし、準備は完了だ。そこのベッドに横になって、少しの間眠くなると思うが心配しないでいいよ。
次目が覚めるときは自分の部屋だ。戦士の束の間の休息というやつだね。予定では1800秒だ。ゆっくりお休み。まず戦場で必要なのは状況把握だ。周囲を見回してみろ。次に進むぞ。正面を向け。次は戦場での移動について。